きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、また新たにプロ野球の選手会がね、改善案を、まあ引き続きのやつもあるんですけどね、はい、また新しいものも出して、うん、それを検証していこうっていうね、はい、動画です。そうですね、はい、じゃあちょっとまず、はい、どんなニュースなのか、はい、ということを読みましょうか、はい、日本プロ野球選手会は16日、うん、オンライン形式で臨時大会を開き、うん、産休などによる傾聴特例の導入を球団側へ要望したということなんですね、うんうん、でこの特例というのが登録をされたまま抜けているという例があるが、チームとしても抹消して他の選手を使いたいし、うん、選手もスッキリしていいんじゃないかということで提案したということなんですね。まあ、これはいいんじゃないですか、うん、だって誰も損しないしね。だって球団側もあった方が、うん、もうその選手がね、はい、じゃあもしじゃあ家族の葬儀とか、うん、もし恩師の先生とかね、はい、葬儀とかどうしても出たいとか、うん、あとはまあその子供が生まれるとか、はい、ってなった時に、うん、その制度があったら今までだとね、うん、抜けて登録人数変わらないで抜けてるだけだから、うん、戦力いなくなってその間戦わなきゃいけなくなったけど、はい、うん、新型コロナ特例と一緒だよね。あ、そういうことですね。そう、その選手が抜けてる間、うん、じゃあ 2,3 日間でも誰か代替選手を入れて、うん、でその選手が帰ってきた場合、うん、登録抹消の10日間っていう日数を踏まなくても入れるっていう、はい、でも、うん、誰も損しないから登録、これはすぐ通るんじゃない、うん、めちゃくちゃいい制度じゃないですか。だってアメリカだと普通っぽいしね。そうですよね、うん、とか外国人選手ってよくこう出産があるからって結構日本からでも帰ったりね。そうだね、頻繁にしますよね。うん、そうする、うん、日本の方も普通に出産だからとか、うん、ちょっと不幸があったからとか、うん、ね、抜けて。でもどうなんだろうね、10日以上いなくなった場合どうなんだろうね。ああ、アメリカ人選手とかだったらその10日ぐらいで帰ってくるのかな。結構長く行ったりしますよね、うんうん、もし10日以上いなくなるんだったらもう普通に抹消でいいじゃん。それはそうですね、うん、そうじゃないとその特例でいない間の登録した人はね、うん、その人も途中で入れ替えできないのかどうか問題もあるじゃん。ああ、そうですね途中から入った人が、うん、じゃあ10日、ね、この人は9日で帰ってきますと、はい、で途中で入って5日目ぐらいに抹消ってなったら、うん、はい、この抹消の人は10日間かかるんだよね。かかっちゃいますね。普通に帰ってきて入れ替えだとこの人はまだ10日間待つ必要ないけど、途中で抹消だと10日間かかるんだもんね、はい、だからその細かいとこまで詰めなきゃいけないね。その辺は細かくしていかないと分かんなくなってきますね。そうそう、でもこれはいいね。いいと思います、うん、まあすぐにでもできるんじゃない。だって誰も損しないしね、うん、だってチームだってそこで大会選手入れたらね、うん、その戦力の補充ができて困らないじゃんね。で若手選手はまあ出場機会を得られるっていう意味でも、そう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 、うん、でそのね選手たちもそういうのにね、はい、参加できるっていうね。だし、この抜けた選手もなんとなく迷惑かけてるっていう思いもなくいけますよね。これいいね。いいと思います。こういうのはあった方がいいよね、うん、今まででもなかったんだっていう感じですよね。まあいけないのが当たり前っていう認識だからね。あ、え、来てもらいたいですか、旦那さんいて産休で出産ですか。あ、いや私はあの本人の意思に分かれますでもあれでしょ、里帰り出産でしょ。あ、里帰り、あ、どうだろうな、でも里帰りしたいですねそしたらあのそこまで行かなきゃいけないんでしょ。そうですね、そこまでしても来てほしいですか。いや私は別にどっちでもいいです私ただただ頑張るから、もうプレイしといでって感じですよねもしそうだったらね。あとはまあね、はい、行ける立場と行けない立場あるからね。おもうがっつりレギュラーだったら、うん、それはもうねちょっと行ってきますっていけるんですけど、うん、逆によ、うん、じゃ控えになって、はい、行ってきますって言って3日間いなくなりました、うん、その3日後の間に大会選手めっちゃ活躍しました、はい、こっちの方いいな、じゃあちょっとお前もファンもありえますね。ありえるじゃん、余裕でありえますね、うんうん、そういう人ちょっと先発もなかなかチャンスない6番手のローテーション、うん、はい、ちょっと1回ローテー飛ばなきゃいけないですけど、うん、行ってきます、うん、飛びました、はい、その間に大会選手入ります、はい、そいつめっちゃいいピッチング、うん、じゃあこいつも次投げさすか、じゃあちょっと一回ファーム行っといてくれる。もう上がれないかもしれないですよ、うん、あるよね。あります。だから結局はよ、うん、使える選手限られてるよね。いいけど ね、 そうですね、ルールはいいし、うん、賛成だけど、うん、結局使える選手限られてる、はい、だってそんな選手使えないもん今。だって際どい選手のもし奥さんだった場合ですよ、うん、絶対来るなっていう意思じゃないですか。言うよね、うん、だって俺だってよ、はい、2003年のおばあちゃん亡くなった時に、うん、俺まだそんなんも1軍と2軍行ったり来たりで、うん、その日もベンチだし、はい、試合出れるか分かんないけど、うん、そう帰れないもんね。そうですよね、うん、帰りますって言えないもん。自分の中の勝負のところでもありますしね、うん、で他の選手が来て、うん、じゃあもうそのままファームでいいよ、うん、ってなる可能性もあるじゃん、はい、
だから言えないよね。言えないですね。だからもう使える選手限られてるよね、うん、絶対自分の居場所がある人で、はい、2,3 日休んで大会選手がどんなに活躍しようが、はい、全く自分の地位が揺るがない人しか使えないよね、うんはい、結局は俺が親とかでも帰ってくんなって言うよね。そんな場合じゃないって言って、うん、そうですよ。多分家族もそれって今じゃあその選手がどういう状況かって分かってるじゃないですか、うん、絶対来なくていいよってね、うん、言いますよね。なる、うん、なかなか立場によるね。はい、うん、そうですね、うん、そしてもう一つ、うん、先ほどの慶長特例と同じ日なんですけど、うんうんうん、オンラインで臨時大会を開き出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させる現役ドラフト制度の早期実施を日本野球機構に要望することを決議したと、うんうん、はい、だからまあ、うん、去年か一昨年も言ってたしね。でそれがコロナ禍になって、うんはい、多分その話が流れてんだよね。それどころじゃないっていうところで、ね、新型コロナウイルス感染拡大の対応などで議論が止まっていたと、うんうん、でもやっぱりね今のままだと無理だと思う。その1チーム8人とか本当あの戦力外選手の早めの見本市みたいなもんだから、うん、結局クビになる選手を、うん、あの選ぶだけだったら、うん、その買い殺し防げないじゃん。そうです、ね、本当の買い殺し防ぐっていうのは、うん、俺がよ、うん、あのドラフトをこの選手ドラフトに出してあげた方がいいんじゃないのっていうような選手を取れるから意味があると思う、うんうん、あれ一回このチャンネルでも現役ドラフトこういう風にしたらいいんじゃないの、うん、っていう動画出しましたよね。俺はそれより、ま、もっといい方法を探してきました、はい、あら俺はね、はい、あのまあ仕事でもあったんだけど、はい、あのストーブリーグっていう韓国ドラマがあると、はい、めっちゃ面白い。面白いってね言ってましたね、うん、あの本当に面白くて、はい、野球界のこのシーズンオフの、うん、その戦力とかいろんなチーム作りとかの物語を扱った韓国ドラマなんだけど、はい、もうめちゃくちゃ面白いから、はい、ぜひ見てほしいんだけど、はい、あのそのドラマの中でちょっと韓国野球をちょっと勉強してですね、はい、韓国にもあるんですよ、うん、あの現役ドラフトっていうのがね、はい、で、まあ、二次ドラフトっていう名称で2011年から実施されてるんだけども、まあ、メジャーリーグのルール5ドラフトを参考にした制度なんですよね、はい、あの韓国のその二次ドラフト現役ドラフトは2年に1回実施、うん、毎年じゃないの。へー、2年に1回実施されるんですよ、はい、あ、これいいねと思って。その代わりよ、はい、プロテクトできる選手40人、はい、あ結構多い。1チームで40人、うん、だ日本だと40人、はい、だから30人の中から選べる、うん、選べるんだ。多いじゃん。多いですね、うん、だから2年に1回ってちょうどいいじゃんね、はい。あそうですね、うん、選手のちょっとこう中を入れ替えるにしてはちょうどいいかもしれない。ちょうどいいじゃん、毎年するよりは2年に1回 で、うんはい、でしかもその毎年してたら取ったやつ育てないんでしょ。うん、そうですね、うん、でしかも40人のほか、うん、プラスアルファ、うん、FA 権を所持してる選手、うん、外国人選手、うん、プロ 1、2年目の選手、はい、育成選手も指名できないんですよ。あ、外れるんですね。だから多分ね、50人とか50人とかなってくるわけ、はい、その FA 選手、そうそう、うん、FA 守られる選手がね、うん、だから結構その中でもだから20人ぐらい、うんはい、10人から20人ぐらいだと思うの、うん、そのはぶれるのがね、はい、でもそれぐらいはやっぱ出さなきゃいけないんちゃうかっていう、うん、だから俺この韓国のやり方いいと思うんだよね。うん、そうですね、うん、これ時期的なものはオフシーズンにやってるんですか。そう、あの11月あの二次ドラフトが2年に1回だから、はい、5度目の二次ドラフトがあったらしいのね。へえ、去年か。そうか、普通のドラフトをやった後に現役選手のドラフトをやるってことですね、うん、そう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 、うんうん、だから目的が、まあ、出場機会の確保、買い殺し防止とか、はい、あとは戦力の均等化が主体で、うん、まあやってんだけども、はい、3人取れると1チーム、はい、うん、でそれはシーズンの下位のチームから上場、はい、だから要は日本だったら日本シリーズ負けたリーグの6位から上場で、うんうんうん、で3人1チーム、あの最上でも3人までしか取れないんだけど、はいはい、でなんか保証金が1巡目の人は2700万、うん、2巡目の人は1800万約、うん、で3巡目の人は900万を元の球団に払うっていうね、はい、保証金があるわけ、うん、はい、でも取らざるを得ないんですか、もう全球団で。いや、いらなかったら取らないでいいのよ。でも取られたら減っていくだけってことですか。そう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 、うん、じゃあ他のところの選手全然欲しくないけど、うん、まあ、自分のところは守れる人限られてるから出さないといけない、うん、じゃ あでも育てたかったけど取られちゃったっていうこともあるわけですね。そう、でもだいぶプロテクトできるから40人プラス FA 権持ってて、うん、はい、
で1、2年目の選手で外国人は守られるわけよ、はい、結構守られるから。確かに結構守れますね、うんうん、日本でも普段のそのねトレードの人的保障とかのプロテクトよりも全然守れるわけですもんね、うん、でその中に40人の他にだからね、はい、FA 選手、1、2年目の選手、まあ、外国人選手っていうのは40人枠に入れなくていいの、はい、最初から外れてる、うん、だからほぼいない、ほぼだからもう10人から20人チームによったら、うんはい、FA 権持ってる選手が多かったら、うん、もうよりだいわば巨人だったら内海とか長野とかが人的保障されることないの、うん、FA 権持ってるから、はい、プロテクト外してても、うん、だから結構守れるから、うんうん、そうですね、そう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 、まあ、それでも6、7人とかじゃなくて10人以上ぐらいはまあ出てくるだろうなっていう、うん、で韓国でもその二次ドラフト、うん、現役ドラフトで指名された選手で移籍してから、うんうんはい、あの4年連続2桁勝利上げてチームのエース格になった選手もいるし、すごい、で主力選手になった選手もいるから、はい、まあ、成功例もあるわけよ、ね、うんうん、だから俺はこの韓国のやり方いいんちゃうかと思ってて、うん、あ、そうですね、その2年に1回でその40人プラスそういった選手はプロテクト、うんうん、はい、だからまあ多分10人から20人ぐらい出るんだけど、うん、そのルールの方がなんかいいんちゃうかっていう、まあ、チームのほぼ戦力になってる人とか期待したい人っていうのはかなりの確率で守れるわけです、ね、そうそう、で今みたいに8人っていう少ない人数じゃないから、うん、10多分5人ぐらいは1チームから出てくると思うのよ、はい、そしたらもうね100人以上の選手が出てくるから、うん、でその中で、まあ、最高3人までは取れるっていう、そうですね、で取ったら保証金も発生して、うん、まあ、これは日本によってもちろん年齢の高くしてもいいし、はい、で俺はそのプラスアルファ育成逃れをさせないためにも、はい、そのシーズン育成支配下の選手全員対象、はい、で途中から育成に切り替えてもそのシーズン支配下で戦った選手は全員が育成に入ったとしても対象になるっていう風にすれば、わざと育成にしてその取られないようにするっていう策略は、うん、あのできなくなるから、うん、そういったところはちゃんとしてやれば、うん、俺はこの韓国野球のやり方いいんちゃうかっていう、そうですね、うん、この要望も住谷選手会長ですよね、うん、そう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 、なんか来季から導入できるようにやっていきたいみたいな、まあでもちょっと来季から難しいんじゃない、まあ、その今多分コロナ対策とか、うん、いろんなことで、はい、回らないよね、そうですね、だ提案としてはいいと思うけど、うん、だからその刑事のルール、うん、はい、あのその出産とか傾聴特例とか、うん、その子供のやつとかは、うん、そういうのはもうすぐできるから、うん、もう俺はすぐいけるかなと思うけど、うん、この現役ドラフトはもうちょっと詰めていかなきゃいけないから、うん、その詰めるにしては、うん、ちょっと今状況的には苦しんじゃうかなと思って、そうですね、考えることが他にもたくさんありますからね、そうそう、でも俺はこの韓国のやつを、うん、まるまるやる必要ないけど、うん、土台にして真似するのは俺非常にいいんちゃうかって思うし、ぜひねこれ全ストーブリーグ の、うん、あのドラマのね、はい、宣伝でも何でもないけど、はい、あの見て面白かったなっていうのをこの話を聞いて今思い出したっていう、へー、まあ、韓国で成功特例があるのでね、うん、いいですね、そうそうそう、だからそういうのもやり方もね、そのどこがやってるとかじゃなくてやっぱり真似することはいいことだから、いいものは真似してね、ちょっと韓国のその二次ドラフト的なのもちょっと取り入れながらやってもねいいんじゃないのかなと思うんでね、皆さんもねもしあの初めて知ったっていう方はね、その韓国のドラフトのこととかちょっと勉強するのもね、はい、面白いと思うんで、はい、ぜひね何が正しいかやりながらね、うん、あのいい方向に進んでいってもらいたいですね、はい、そしてぜひストーブリーグをね私も見てみたいと思うので、いやで見て見て見て、はい、俺はもうあれを日本で、はい、日本の俺はもう言ってる日本の日曜9時からの TBS 枠で絶対いけるっちゅう、はいはい、で米津玄師さんに歌ってもらって、はい、で、うん、俺も出たいな、はい、俺いいって言ってんだから、はい、だから俺はそれ日本実写にしてやるってことですか、そう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 、もう完全に日本版でノーサイドゲームみたいな、ああいう、うん、めっちゃ面白いの、しかもよ、うん、はい、このソーブリーグのいいところは、はい、プレーほぼないの、オフだから、はい、だからその俳優の人が、うん、俺はもう一番げんなりするのが、はい、やっぱあのノーサイドゲームの一番良かったのは、はい、やっぱその選手が全員元ラガーマンだからプレー上手かったじゃん、うん、やっぱ一番げんなりするのはプレーの下手くそなのね、あえみたいな、うんうん、でもプレーほぼしないから、へ、そこが全く入ってこなくていいんだよ、はい、下手くそな方だなとか思わなくていいから、はい、うんうん、だから俺がもし出るとしたら、うん、コーチいるの、はい、コーチ同士の派閥でいがみ合って、はい、次の監督は俺らちゃうかみたいな、うん、コーチ同士もいがみ合ってるの最初、はい、それの俺はバッテリーコーチ役でいいから出してほしい、自分の配役から決めてる、そうそう、もしくはすごいいい役でピッチャーを立て直す元ブルペンキャッチャーだったけど、はい、今は辞めて焼肉屋の店長をしてるっていうね、はい、その役でもいいわけ、じゃあ分かった、私はその焼肉屋の店長の、あの店のアルバイトでもいいや、
お奥さんいるよ。でも奥さんいます、うん、あいいですか奥さんで、ね、そうそう、それだけでもいいよね。おいいですね、うん、で俺は出た、はい、それぐらい素晴らしい、もう大ヒット間違いなし、だからもうやるとしたらよ、うん、まあ今からじゃ無理だから来年の10月クール、うん、はい、の日曜9時、うんうん、が一番、はい、野球界とストーブリーグと一緒リンクしてる、ぴったりいいですね、うんうん、から2クール、はい、うん、2クールやる、そうそう、うん、正月またいで、はい、韓オフ一緒ね、オフのやるよ、確かに韓国の多分長いですからね、そうそう、ツークール、はい、だにそのまあ、ツークールできなかったらワンクールでもいいけど、はい、その正月特番で終わりだね、そうですね、うん、それの、はい、あ、いいですね、もし関係者の皆さんね、やるってなった時は、はい、ぜひご一報ください、もうほんと出してほしいんです、はい、それぐらい素晴らしいドラマだったんです、はい、あの、ま、ちなみに私もお願いします、うん、こ何の案件でもないのにもう熱く語ってるわ、本当ですね、はい、皆さん興味がある方はぜひ見てみてください。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。